はいどうもしげぞーです今回は「コミュニケーション技術」ということでですね相談面接の際に重要となるコミュニケーションの技術について学んでいきたいと思いますはいでは今回の内容ですねコミュニケーションの方法コミュニケーションの技術それから3番目確認テストということで行ってみましょうまずはコミュニケーションの方法からいきますコミュニケーションの方法 これですね、大きく分けて言語的コミュニケーションというのと非言語的コミュニケーションに分けることができます。はい。言語的コミュニケーションというのは、まあ、そのまま言葉によって行われるコミュニケーションでございますね。言語ですね。次、非言語的コミュニケーションというのは言葉以外のもので行われるコミュニケーションということで言葉の抑揚であったり話す速さ、表情、目線、仕草、 身振り手振りなどこれが非言語的コミュニケーションというふうふになりますね、はい、でここでですねメラビアンの法則という、ね、心理学で、ね、法則があるんですけれどもこれを見ていきましょう人と人がコミュニケーションを図る際にですね言語情報は7%聴覚情報は38% 視覚情報は55%という割合で影響,影響を与えているという法則なんですね。はい、ですからねあの先ほど言った言語的コミュニケーション非言語的コミュニケーションがあるということなんですけれどももちろんね言葉ね内容ってのも大事なんだけれどもその言葉を話している時の抑揚だったりねえ表情だったり身振り手振りといった情報 こういうのが、ね、非常に、ね、相手に影響を与えているということなので例えば自分が、ね、話をする際、まあ、言葉の内容だけに気を配るんじゃなくて、えー、非言語的コミュニケーションにも、えー、非常に、ね、注意を払うということが大事ということになりますね、まあ、それからです、ね、クライエントさんが話をする際にです、ね、そのクライエントさんの話す内容 をね、もちろん聞くことも大事だけどもそれと同時にその方の表情だったり、ね、身振り手振り目線だったりねそういったことをね、えー、しっかり観察するということも大事になってきますねでは次コミュニケーションの技術見ていきましょうはいコミュニケーションの技術で傾聴の技術質問の技術 焦点を定める技術というのがありますではまず傾聴を見ていきましょう経調の技術、えー、主にね、えー、3つ挙げたいと思います経調というのはね、コミュニケーションの基本となりますからねではまず1番目、予備的共感これは準備的共感というふうにも言われますけれども面接前にあらかじめですねクライエントの生活課題 とかそれに対するクライエントの気持ちを予測し共感的な理解を準備しておくことこれが予備的共感ということですねそれから観察、ね、話を聞くだけでなくですねクライエントの、ね、表情家族の表情その位置関係とかね、えー、その身振り手振りとかそういったことをですね観察するということですねそれから波長合わせ これはクライエントの感じ方などを確認しながら援助者がですね、態度や言葉遣い、話題、質問形式などを軌道修正していくことですね。これはですね、クライエント側が思い込みなどを解いて姿勢を変えていくという過程も含みますということでございます。次、えー、形状の技術もう1つ説明します。イーーガンのソーラー というですね、えー、話を聞くときの姿勢を示した。はい。えー、5つのですね、英単語の頭文字をとって、ソーラーというね、ものがあるんですけれども、これを説明していきましょう。まあ、太陽は実は関係ないんですけどね。はい。1番、えー、スクエアリー、相手とまっすぐに向き合う。はい。オープン、開放的な姿勢をとる。リーン、 相手に向かって体をですね、少し傾けるということですね。アイコンタクト。適度に視線を合わせるということですね。それからリラックス。適度にリラックス,ックスした態度で話を聞くということですね。この頭文字とってソーラーというふうになっております。これがえ話を聞く時のの、ね、姿勢、傾聴するということをね、傾、え、聴、ー、が。 ちゃんと相手にね、関心を持って聞いてますよってことを伝えるための技術ということでございますね。では次、コミュニケーションの技術。2つ目、質問の技術。見ていきましょう、えー。クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンっていうのがあります。はい、クローズドクエスチョンっていうのは何かっていうと、これ、閉じられた質問っていうふうに言われますけれども。 例えばですね「はい」とか「いいえ」など一言で答えられるような簡単な質問ってことですね。対してオープンクエスチョンは「えー、どうしてですか?」とか「どう思いますか?と」とその人にしか答えられない考えとかですね、えー、状態を尋ねる質問ということでございますね、うん例えばえー。例えば例を挙げますね。クローズドクエスチョンで言うと「えー、最近いいことありましたか?」 っていうのは、そうですね。はい。いいえで答えられますので、クローズドクエスチョンですね。対して、えー、最近、どんないいことがありましたかっていうと、オープンクエスチョンになりますよね。どんないいことがありましたかそうだね。最近、こんな、こんなことがあってとね、えー、オープンでいろいろ喋ってくれますね。はい。オープンクエスチョン。えー、それからもう一つ挙げましょうかね。そしたら、例えば、今の大臣は誰ですか っていうのは、これで答えが決まってるんです、ねはい、い,いえじゃなくて、今の大臣は、総理大臣は誰ですかって言ったらね、はい、えー、岸田総理大臣ですというふうに答えは一つに決まるわけですね。対してオープンクエスチョン、えー、誰が次の総理大臣になるといいと思いますかっていうのは、えー、その人の思いを聞くわけでね、答えは一つに定まっておりませんよね。 いいいろろ答えが出るかかもしれません、はい、ですからオープンンクエスチョとうことになるわけですね、はい、このクローズドクエスチョンというのは、まあ、質問に、ね、答えやすいですねそれから自立確認に有効であるというメリットはあるんですけれども、えー、十分な情報を引き出せないとか、ね、このクローズドクエスチョンを重ねるとなんかこう尋問されているように感じたりといったデメリットもあります。 対してオープンンクエスチョンは、えー、メリットとしてはその人の思いとか考え方などね多くの情報を引き出せるんですけれどもデメリットとして質問にね、答えにくい場合もありますね。ですからこれどっちがいいというわけではなくこれをね、えー、使い分けて場面場面に応じて使い分けるのが大事というふうになりますね。では次「焦点を定める」というね技術を見ていきましょう。 はい、では次焦点を定める技術を見ていきましょう大きく5つ紹介したいと思いますまず1励ましこれはクライエントの話を、えー、肯定的に捉えうなずいたり励ましたりするということですね次明確化クライエントの考えや感情を具体的に言葉にして明確にするということですね次、要約。 話された内容の要点を整理し端的に伝えるということですね。次、反映。クライエントの話の背後にある思いや感情を理解し、言葉にして返す。また、クライエントの言葉を反復するということですね。次、直面化。これは、クライエント自身が見つめ直す必要のある感情や言動に対して、向かい合うきっかけを作るために質問を投げかけると。 いうことでございますねでは確認テスト2問行ってみたいと思いますはい確認テスト1波長合わせとは相談援助者が自らの態度言葉遣い質問の形式等をクライエントの反応に合わせて修正していくことである丸か×かはい答えは丸ですね はい、波長合わせというのは傾聴の技術の一つということで、えー、この質問の通りというふうになりますね。では次2番目面接場面におけるコミュニケーション技術についてということでクライエントが沈黙している場合には援助者は常に積極的に話しかけなければならない丸か×かこれは×というふうになります。 え待つといいうこともね重要にございますコミュニケーションにおいてはですね言葉にならない非言語的コミュニケーションも大切な要素というふうになりますね。もしかするとね沈黙している時に相手はもしかすると考えているのかもしれませんね。何を、ね、答えようかということを考えているかもしれないしいや答えたくない質問だから黙っているのかもしれない、ね、そういった非言語的な、ね、メッセージを伝え,るかも伝えているのかもしれないということでね。 常に積極的に話しかけなければならないということが、えー、わけではないわけですよね。その状況に応じて、じゃあ相手にね答えを促す質問をしたりとか待ったりとかいったことが大事になってきますね。でははい今回はコミュニケーション技術について解説してきました。えー、最後までありがとうございました。